ちょっと変わったところで、レンコンだとか、ラッキョとか。あ、レンコン。え、ラッキョですか？ラッキョのキムチ。ラッキョのキムチってあるんですか？うん、ホタテ？なんかホタテの最初の出来事。はい。これザーサイね、これ。ザーサイ。サイこれが山クラゲ。はい、山クラゲ。うん。結構量ありますね。これもメーカーさんの商品なんです。あ、はい。このお店以外の、そのブランドっていうのはやはり何か理由があって置いてりするわけですか？なんか卸の方では、はい、やっぱりメーカーさんの商品を指定するお客さんが多いです。あ、でもこっちは、はい、そういうのを求めてるお客さんではないですね。うん、あ、なるほど、うん、もうオリジナル。そうですね、はい、お客さんが奈良漬けをいいか。もう結構長いですよ。長いんですか？この先代の人から。はい。お客さん結構多いですね。普段はこういうことはこの場所ではやらないっていうか、特別に。そうです。ね、この場所ではちょっとこういう加工は本来できないんで。うん、そのためにそうです。ありがとうございます。おお。で、まあそんな感じで。こんな感じですかね。もうすごいしっかり用意してくださってる。わあ、はい、いただきますね。いただきます。どうぞ。一口で。うん、音。あ、けどめちゃくちゃ食べやすいですね。爽やか。うん、食感がいいでしょ。食感もこの音がまず、はい、奈良漬けって結構こう癖が強いイメージがあって、はい、なんだろう、あんまりお子さんとかは食べにくかったりすると思うんですけど、はい、これ僕がもし子供だったら全然食べれますね。 ありがとうございます、うん、美味しい。うちの看板商品ですから奈良漬け、はい、いや本当美味しかったです。なんか、なんか漬物以外にもこんなお菓子というかせんべいですか？そうですね。これは揚げせんですね。揚げせん。あ、そんな商品もこれ買えるっていうことなんですね。あ、あります。じゃあいただきます。なかなかコクがありますよ。これは止まらんですね。あ、美味しいですね。ちょっと懐かしい感じがしますね。めっちゃ美味しい。ありがとうございます。はい。ということで岡山中央漬物さん取材させていただきました。いや、奈良漬け本当に美味しくて、お子さんでも食べれる、お子さんでも食べられる、優しい味で、なんだろう、今僕自身インスタグラムをしてて、どっちかというとこう見た目が派手だったりとか、そういう料理に目が行きがちなんですけど、まあ、こう漬物っていう影の縁の下の力持ちというか、そういうところにもこう注目されたらもっといいなと思いましたし、本当に考えさせられる撮影だったなと思います。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。